こでもドア。はい、今日もねやってきました、両備バス渋川方面の長留っていうバス停ですね。今日来てるところはちょっとね、今日もね面白いところがあるのでご紹介しようかなと思います。大きな池があります。結構ね見晴らしがいいですね、まあ、この先ずっと行ったらね30号線にぶち当たります。今日はねこの先に見えますかね、鳥居があるんですよね。自然を大切に、山火事防止、ゴミ捨てを禁止。神社ですね。ちょっと閉まってる感じですけど。下に道があります。大きな鯉が、鯉がたくさんいます、約30メートル先、モネの池。ちょっとね逆方向から来た感じですけどね、急に現れたんでちょっとびっくりしましたけど、あそこも見てもいいエリアだったということですね。ちょっとなんか間違えて入っちゃいけないところに入ったのかなと思ったんですけど、そういう見るエリアだと。なんか京都嵐山のような。ちょっとね後ろからね振り返って分かったんですけど、これすごいですね。トトロがいます。こっち側だったらねわからないんですよね。一瞬こんな感じですね。もうすごいことになってますけど、昔からあったのかな。綺麗ですね。なんかよし、どこまで行くんだろう。
だいぶ戻ってきました。お、あんなところにドラえもんのどこでもドアがあります。こんなところにどこでもドアが、結構登ってきましたけど、お、どこでもドア、なるほど、こんなどこでもドアがこんなところに、ちょっと変わった雰囲気の場所ですけど、よし、ちょっと足元が、あ、先ほどね行こうとした道です。道というか、あそこでね入れなかったんですけど、ここに繋がってるということですね。どこに、向こうにもね、目の前にもまたドアがあります。よし、2つあるってことですね。ちょっとね独特な雰囲気が流れる中なんですけど、その中に1つポツンと存在するどこでもドア、ちょっと近寄りがたいオーラもあります。まあこういう感じだというですね。はい、というわけで出発点に戻りました。まあ、こんな感じですね。10分ぐらいですね。ちょっと暑いんですけど、ちょっとねやっぱ駐車場がね厳しいので、まあ、バスとか、まあ、止めてもいいのかちょっと分からない、路肩にねちょっと止めていくような感じになるのかな。はい、というわけでありがとうございました。みたいですね、ちょっと。あ、じゃあ開けてみます。はい、行きましょうか。あ、はい、どうした、あれ神社か。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。